久保さん、今回芋にしましょうか芋ってあの土、ー、の下にありますよね芋掘りみたいな芋掘り小学校の時したことあるような気がするんですけどまああのー、なんだあのリンゴとかは土の中でリンゴならないですよね木があってリンゴのブドウとかねそうでも芋はね土の中にあるんですよ 掘らないとわかんないですよね。キノコとかも生えてるじゃないですか。まあ毒キノコなのか、食べるキノコなのか、あれもすごいなと思うんですけどね。<laughs> でも芋も、あれ掘らないとわかんないでしょ、ね、うね、ん。中にあるんだから。うん。で、掘ってな、なおかつ、その土の中にあるよくわかんないものを最初に食べるっていうね。すごいですよね。土の中にあるよくわからないものを最初から食,食べるっていうのもね。 キノコもそうもうよく思うんですけどね。キノコ図鑑作った人すげえなっていう。<laughs> うんまあ、何が言いたいのかっていうと、まあその、見えないものがあるよというところですね。見えるものと見えないものがあるよと。うん、再生回数が少ない。だけど、見えないものがありますよと。うん、例えば、再生回数が少ないから、 スルーする中身分かんないですよね。うんでもまあ一般的にはね、まあ、僕ねあの僕も結構リサーチする時にやっぱそのアクセスをね久保さんはまあその傾向はあると思うんですけどもやっぱりそのアクセスをある程度稼いでいかないといけないので、まあ、リサーチする上ではねやっぱ数を取ってる動画のタイトルだったりとか数を取っているカスタムサムネイルをやっぱ見る傾向があるんですよ。 それはまあ、ね、再生数少ないけど、さすがに再生数上げていかないといけないっていうところもありますので、だから、まあ、あのやっぱ再生数が少ないのは結構ね、見ないんですよ。でもなんか、これは面白そうだなって思うやつは見るんですけど、ただその、あんまり見ないですね。それはなんでかっていうと、アクセス持ってこないといけないので、どういうキーワードが検索されてるのかっていう。 まあ逆に検索あんまりされてないニッチのキーワード、あ、これライバルいないなっていうところで攻めるときもあるんですけども、やっぱあんま見ないですね。うん、割合的には、うん。じゃあ、そのスルーされてるわけですよね。再生数が少ないから。うん。そう。だからまあ、僕も久保さんもスルーされてると思いますよ。うん。あの、 まあでもスルーしない人が見てるしスルーしない人があここに本物があるってね見てくれてるんじゃないかなと思いますね。いもですね。いってらっしゃい。